ひろみです。ポケットモンスターソウルシルバーのライバル実況パート3やっていきたいと思います。今回初のジム戦やっていきたいと思います。なんてやるよ。はい、そうですね。まあ僕は草タイプ持ってないので、まあいけるでしょう。で、一応最初のジムのお決まりとして、もう速攻、もうこうやってジムリーダーに挑戦できるんですけど、まあせっかくなんでね、レベル上げも兼ねてトレーナー倒していきましょう。確かにな、これ、ね、下手して落ちたら死ぬぞ人。ちょっとレベル上げもしたいね。前回捕まえたゴースをレベル上げしたいと思います。ゴースね、攻撃技今んとこ下で舐めるしか覚えてなくて、あの鬼スズメってあの飛行、ノーマルタイプ入ってるんで効果ないんですよね。よし、しゃ、レベル上がって恨みを覚えた。よし、マリノコもレベル上がった。本当です、現実を受け入れてください。じゃあ、次はあいつを倒そうか。いや、ちょっとそれ、暴行罪ですけど、下手したら殺人未遂になりますけど。よっしゃ、急所。外した分の挽回はできましたね。よっしゃ、レベル6。あ、2匹目いるのか。よし、よっしゃ、マジでそんな強いの。ちょっとね、回復させに行きましょう。はい、到着。はい、さあ最初のジムリーダー戦やっていきましょう。まあ電撃と岩と氷でイチコロですね。お願いします、ハヤトさん。あ、イケメンだな。ポッポレベル9。あ、砂かけコンボはきついな。砂かけ2連発はきつい。次当たるかな。当たった、よかった。
じゃあレベル7ピジョン、ちょっとね、命中率を下げられたので、それをリセットする意味でも一旦交代ですね。ピジョン、13、レベル高いな。まあ、最後の1匹ですからね。風起こし、あ、割の子強いな。防御もそこそこあるし、攻撃力もあるし、まあ水鉄砲は特殊なんであんまり。羽休め、あ、回復技、厄介だな回復技は。体当たり、ちょっと一旦ゴースに引こうかな。ワンチャン、あの耐えて、あ、おすかせた、やった。羽休みか、起点にされちゃってるね。どうしようかな。ゴースに引いて、なんか入れようかな、催眠術とか。よっしゃ、風起こし、耐えへんかな。耐えてくれたらありがたいねんけど。耐えた、よっしゃ、これで混乱も入れよう。全員で、ね、協力して、まあ、一旦は絶対眠るんで、超音波、この早いけどまだ眠ってると。で、割の子に交代と。連携コンボよ。おお、よく寝てくれる、ありがたい。これ下手したらさ、噛みつくとかの方が効くんじゃない。まあさすがに目が覚めるけど。風起こし、あ、そうでもなかったですね。で、一旦またゴーズ、あー、いや、もうここ攻撃しようか。下手し、ひっかくの方が効くとかない？体当たり。自称してくれへんかな。よっしゃ。あと、一発かな。ここも自称してくれれば。あんま さすがに自称はないか。そんなうまいこといかへんか。あ、でもこれで、特製の激流が発動するから、これ終わるんじゃない。よっしゃ。黒いまなし、おお。よっしゃ。よっしゃ。はい。地に落ちてください。このジムちょっと設計的にちょっと、危ないんで、元に戻してください。はい。お父さんの代が使ったポケモンの割に、レベル9とか13なんですけど、それは。はい。あ、これで、人からもらったポケモンでも、レベル21までな、レベル20までなら、言うこと聞くって感じですね。はい。あ、それ、前回フラッシュで学習しました。羽休み。おお、嬉しいな。はい。
よっしゃ、まあ、ポケモンジム認定トレーナーシルバー。あ、ゴールドくん、チャレンジしてないんかな。あ、宇津木博士からの電話。はい、フレンドレイショップ。はい、まずポケモンを回復させましょう。はい、卵を受け取らずには進めないということなんで戻りましょう。ここですね。この人かな。あ、どうも。あ、はい、拒否権ないんですよね。あー、なんか怪しいな、なんか陰謀を感じるな。はい、なるほど、そうなんですよね。はい、あ、一応実況、縛りプレイ的には使えないんですけど、一応ストーリーの進行のために一応連れ歩きます。はい、買い物、たまにね、貯金をしてるとお母さん勝手にね、子供の貯金を使っちゃって、こういう道具を買ってきてくるんですよ。じゃあ進みましょうか。ん？誰だ？ま、ん？誰？ほうほうほう。はい。はい。すごい京都弁。はい。よろしおすな。はい。はい。なんかすごい意味深なことを言って去っていきましたけど。怖ーい。ほう、うっす。まあ、はあはあ、今んとこないですけど。お、秘伝マシンを手に入れた。岩砕き。あ、へえ。はい、誰か覚えられたかな。あ、これか。あれが邪魔で先には進めないってことか。そう、ああ、あれね。確かに、居合斬りとかでも切れるのかな。まあ、岩砕きはまだ今は、その必要じゃないから、まだいいかな。はい、遺跡研究所に来ました。ああ、1500年前か。ほうほうほう。なんだ？え？何も言ってないですよ。はい。今年10年目。10年か、長えな。成果が出てないんだろうな。はい。ん？なんだろう、ポケモンの像？サイドンかな？ああ。なんか、もううるせえな、もう。あ、はい。そんな、なんか、まがまがしいとか言うてましたけど。これ、ああ、どっちだろう、ニドキングかな？あ、こうか、こうか。リメイク前の金銀の時からちょっとマップも若干変わってるんですよね。お姉さん、はい。なるほど。あ、あ、あ、ん、あん、
あ、ん、あ、ん、う、け、んー、よくわかんない。まあ、とりあえず、やってみよう。海底に隠れては背中で見ていた、あたりを見ていたポケモン。こんな感じですね。はい、解きました。そう、アンノーン自体はあれか、結構知られてる存在なのかな。怪しいな。お、アンノーンが出現。せっかくが捕まえてみようかな。じゃあ、麻痺ったから。水アッパ。買いましょう。OK。 アンノーン捕まえた。うん、なるほど。これあれだよね、なんか文字がね、結構28文字ぐらいあって、アルファベットと、なんかびっくりマークと。てか、こんな感じで、いろんなね、種類がいるんですよ。3種類目ですね。あ、違う。マジで？仕事しろよ。あ、僕はあの石画の謎を解いたからです。はい、そして28種類かな。あ、僕完成させちゃいました。はい、やりました。いや、博士、いや、チャンピオンですね、将来は。はい。そうですね。あと、いろいろと、まだつぼみの塔とか。あー、奇跡の種ですか。あ、草タイプいないんですよね。説明を。一応、草タイプのポケモンの技の威力が上がる。強いよ。あの、倒したよ。ジムリーダー。はい、それはまあジムバッジ持ってるんで。お、いいですね。アイテムがある。虫除けスプレー、これ使うと野生のポケモンが出にくくなるアイテムですね。
ちょっと戦おう。はい。あ、なんかすみません。あの、電話お邪魔しました。一匹しかいないですよね。はい。あ、なりましょう。やっと女の子の電話番号をゲットしました。もう今まで男に言い寄られてたんでね。お、上なんだろう。え？まあまあ自分から話しかけ、そんなに見てなかったと思うんですけど。押すか。スーパーボール。あそこにもあるじゃん、アイテムボールが。なんかやってく、あ、ざっくりやな。ウッパーはね、夜にしか出ないポケモンですね。お、なんかいる。金曜日の金子。あ、どうもありがとうございます。一応これ、金曜日に収録してるんですけど、曜日ごとで、なんかキャラクターがいるんですよね。100万円、あ、はは。いや、金持ちつってもね、100万円持ってる子供はそうそういないと思いますよ。釣りの名所なんですか？あの、初耳ですけど。これで、釣りができるようになる。はい。はい。ボンジュール？はい。あ、やった。ありがとうございます。はい、はい。なるほど。あ、そういうアイテムってことですよね。ボンクリは。やってみやがれ。この安明さんってあれだよね。なんかポケスペでさ、イエローのおじさんっていう設定だった。なんか地味にポケスピでは優遇された、おー危ねえ、優遇されたキャラクターですよね。急所でこれか。水タイプの技覚えてないかな、トサキンと。
はい、あかん、パパ活や、あ、パパ活だ、あ、すいません、ま、せっかくなんでちょっと使ってみようかな、釣り竿。登録をして、登録をすると Y ボタンで使えるようになります。何が出てくるかな、コイキング、レベル結構高いな。せっかくだからさっきもらったルアーボール使いましょう。ルアーボールは釣り竿で釣り上げたポケモンが捕まえやすくなるボールです。しゃあ、弱肉強食の世界だな。さ、もう泥。さ、回復したんでいきましょう。はい、勝ちました。さ、レベル上がった。ここに岩砕きで取れるアイテムがあるんですけど、まだいいかな、後で取りに行こう。つながりの動物、はいはいはい、アイテムがある。あ、そうっすか。お、吠える。まあ、超音波使おう。あ、マジか。まあ、水鉄砲は、効果抜群なんで。よっしゃ。フラッシュ。あ、そうなんですか。倒しちゃってすみません。あの先をね、まだちょっと早いと思うんで、
今はスルーで。はい、お願いします。いやもう襲わないでください。イワークブルブルやん。じゃあ前の子で言ってやるぜ。嫌な音か。4倍ダメージや。どや。おう、まあジムリーダーに勝ったからな。抜けてやるよ。石つぶて。よし、勝ちました。皮膚機やろうか。あ、アイテムあるじゃん。あ、すいません、あのズバッと釣れててすみません。トラウマすみません。服を、服、あ、そのまんまやな。皮膚き野郎の服を。ほう、はい、真似しません。切れたか。はい、そうですね。すいません。今日ですけどまだいけないんですよね。 ある眠気覚ましか。ほうほう、よし。雨降ってんな。ボンクリを取っていこう。桃ボンクリ。まあ、ボンクリは、1日1個実がなりますね。日付が変わると元に戻るって感じですね。あ、同じくです。あ、マジっすか。元気っすか。つとむさん、よろしくお願いします。よっしゃ、レベル上がった。呪い。恨みいらないかな。よっしゃ。まあね。はい。パパ活です。あ、はい。すごい上からやな。ひわだたのに着きました。なんだ？え？なんだよ。ロケット弾？リーフちゃんが壊滅させたんですけど。いや、さっきロケット弾って名乗ってましたけど。あ、そうなんですね。へー。
ああ、なんか100万円で売ってる人がいましたわ。で、ジムリーダーがつくしくんっていうらしいです。歩くポケモン大百科。ポケモン詳しいのか。いや、でも100万円でしたけど、ジム挑戦できへんやん。おー、なんか、宿ん、おー、なる、森の神様。ああ、幻のポケモンですね。ほう、あ、そういうなんか、頼りになる人なんだ。ほう、あ、じゃあ、さっきか、いろいろと、こっから出られないってことか。はい、じゃあ、ということで、今回の実況は以上とさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。次回は、まあ、ジム挑戦とか、もろもろやっていきます。よろしければチャンネル登録、高評価、お願いいたします。それでは。